はいどうも、イズログです。はい、まあ脱獄反生活も、まあ、残すところあと10日ということになりました。で今日は、ね、これでいいかな、いいか。今日はね、はあ、なんと一番ね、どうしようかめちゃくちゃ悩んでた屋根の上のアンテナを取り外すことができました。いえ、はい、電気が水道がないけれども、いえ、はい、っていう36歳年男のおじちゃんですけども、ニートだと酒飲んじゃうよね何言ってんだかな、これラジオ風の動画にしようかと思ってんだけど、うまい。何よね。まあどうなんだろうな。下手したら稼げないかもしんないよ。ちょっと弱音を吐くけど、まあやっぱり時給1000円。っていうものは下支えであって上下限であっても、多分上限と下限が同じような感じでいくと思うんだよね、働くっていう部分だったら。まあ FX トレードも全然勝てるようになってないけども、もう何あともうちょいね待てればいいんだけど、その勝てない理由は自分のお金に対する渇望感とかね、そういうものがある。やっぱり焦る、お金がないからトレードしなきゃ、お金が減ったらあ、まあこんなこともあるさみたいな感じで、でもそれじゃダメなんだよね。だからもっともっと、お金に対する欲求不満とか渇望感をどうにかしていかなくちゃなっていう感じで、あとはもっともっと自分のことを掘り下げていかないと、ずっと青臭いまんまで夢を追い続けてるおじちゃんじゃ意味がないからね。まあ、ことか言いつつ、酒を飲んでるから、まあ、ダメなんだわ。はあ、だって、美味しいもん。まあ、谷はともれ、一歩一歩やっていく感じだね。うん。自分のね、内面とあり方を、もうちょい輪郭つけて、それをね、アイデンティフィティっていうところまで落とし込まないとダメだと思う。なんでこういう生き方をするのかとか、なんでこういう生き方を望むのかっていうのを、もう自分のね、恥ずかしくない胸を張って生きていけるっていう感じで、そういう風に落とし込んでいって、胸を張っていかないとなんかできない気がする。 FX もこの民泊家の DIY もね、何を言う動画にしようかなと思ってたんだよね。でもまあこんな 重いか、まあ青臭い動画になっちゃったけどね。でもまあしょうがないよね。なんかね、なんとなく選んできてるんだわ。なんとなく自分が。だから多分それが本当のことだと思う。これ、動画タイトルどうやってつけてあげようかね。この動画ね。ね。まあ多分上がってる時にはなんか適当な動画タイトルつけてると思うんだけど。うん。どうしようかね。来年までまだあるからね。どうしようかなって感じ。まあ、来年からはやっぱり全部床を剥がしたいね。多分床の張り替えはやってみたいんよ、とりあえずね。だから床の張り替えをして、できるだけまあバリアフリーにしたいのさ。まあ何を言ってるか分かんないんだけど、
まあ、とにかく、来年のゴールデンウィークまでに決めたこと。で、来年のゴールデンウィークからは、ね、ろれつ回ってないけども、来年のゴールデンウィークまでは、ズタボロでもいいから、まあ、とにかく転がり続けることだよね。で、来年のゴールデンウィークからは、もう、そのゴールデンウィークまでで、たまったお金でどうにかするしかないよねって思ってる。なので、まあゴールデンウィークまでなんとか生き延びましょいっていうただの独り言でした。